般社団法人子ども映画教室の土井へすこ代表理事と、諏訪信弘政務理事による人間教育としての映画教育、公教育での実践になります。で、お二人でですね、映画教室の時のようにちょっとフランクな感じで進めていただく予定ですので、初めは土井さん の発表になりますけども、途中で諏訪監督が加わる予定になっています。それでは土井さん、よろしくお願いいたします。はい、皆様本当にお疲れだと思います。そして本当にこれまでのナタリーさんの CCAJ、 我々も参加させてもらっていて、本当に毎回素晴らしいプログラムだなというふうに思っています。とにかく続けてほしいなと。で、我々ができることはいろんな形でしていきたいなと思いました。またジェイミーさんの プログラムに関しても、本当にいろいろそのルーク君が変わっていくっていう話を聞いて、我々が初めてその映画制作のワークショップをやった時に驚いたこと、本当に子どもがたった何日間かで変わっていくっていうことを、やっぱり同じように感じていらっしゃるんだなというふうに思いました。そして今のエミリーさんのプレゼンテーションは、おそらく今すごいみんな衝撃を衝撃で頭の中がパンパンになりつつ、何人がこんな違ってしまったんだと思ったりしてるんじゃないかなと思います。ここから、子ども映画教室の授業のお話をしていきたいと思います。遅れましたけれども、私は一般社団法人子ども映画教室代表理事の土井へすこと申します。よろしくお願いいたします。はい、まずは、この子ども映画教室をのなんていうんですか、エッセンスを入れ込んだ小さな短いティーザーを作りましたので、ご覧ください。映画っていうのは全的な体験、ありとあらゆるものを使って、体験する。体も頭も目も耳も心もそういうものを全部使ってやる。ありがとうございます。今の短いものの中に私たちの考え方っていうのが入っています。2004年に CMC チルデミッツシネマが始まって、これまでに是枝さん、諏訪さんなど国際的にも知られている映画監督をはじめとして、実に40人近い
映画監督たちが私たちのこの活動に特別講師として参加してくださいました。なんでそんな風に映画監督がこの映画教室の活動に興味を持ってくださるのか、どんなワークショップをしているのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。まずちょっとその説明の前にですね、出だしなんですけれども、子ども映画教室は2004年に金沢で始まりました。その時真っ先に頭に浮かんだのがチリのイグナシオ・アグエロ監督の傑作ドキュメンタリー、100人の子どもたちが列車を待っているの中でアリシア・ベガ先生が行っている子ども映画教室でした。さっきジェイミーさんのプレゼンテーションの中でアリシア・ベガさんのお話が出てきましたけれども、もしこの映画をご存じない方がいらっしゃったらぜひご覧いただけたらと思います。映画教育の美しさみたいなものを教えてもらいました。で、この映画の中で子どもたちが映画と出会うごとに自分に自信を持っていくようになるんですね。胸を張っていく。で、私はこれを思い出して自分がやるのであればそういう活動をしたいというふうに思いました。でそのために、2つのポリシーを大事にしています。で1つ目は大人が手出し口出ししないということ。で子どもっていうのは大抵のことを大人と同じようにできるんです。ただ、大人と違うのは時間がかかるということです。なので大人は、映画の作り方を教えるのではなくて、子どもたちが自由に振る舞える環境というのを作って、子どもたちが自分の力で映画を見つけていく、出会っていくことを信じて見守るという態度でいるようにしています。もう一つは、本気の大人と出会うというふうに言ってるんですけれども、是枝さん、諏訪さんのように第一線で活躍している監督たち、そして、他のスタッフもみんな映画のプロなんですね。映画に真剣な人たち、大人たちと出会う。で子どもって結構いい加減なところがあって、これでいいんじゃないとか、面倒だし、撮り直すの面倒だし、これでいいよみたいに。でそんな時にやっぱり映画に真剣なスタッフっていうのは、いやそれでいいの本当に、みんなのそういう気持ちもスクリーンに映るんだよっていうことをこう示していってくれるんですね。でやっぱり親でもない、学校の先生でもない、映画に何か知らないけどやたら夢中な大人と出会うっていうことは、それだけでもう子どもたちに大きな影響を与えていると思っています。で、これがよくある大人と子どもの関係だと思うんですね。大人はすでに知識とか正解を持っていて、子どもはそれを持ってないから与えてあげるみたいな。でも子ども映画教室ではとにかく、大人が別に名前コレクトアンサーを持ってる、正解を持ってるわけではなくて、子どもと大人はイコールの立場にいて、同じこう目標に向かって、面白い映画を作るんだっていう目標に向かって一緒に活動していくっていうところに、そういう形になっています。映画教室には本当にいろんな子が来ます。特に学校でなんか居場所のないような子、何か排除されてしまうような子っていうのも来ます。でやっぱり我々はそういう子の声を本当に注意深く聞いて、この映画作りにはあなたが必要だっていうことを言い続けています。でそうやってなんかその存在をしっかり受け止めてもらえたっていうことは、やっぱり子どもに自尊の心っていうのをこう持たせてくれるんじゃないかなと思ってます。でそれがやっぱりその彼らが生きていく上で、大きな支えになるんじゃないかと思って活動をしています。で、ここまでが大体こうフィロソフィーというか我々の考え方なんですけれども、じゃあ具体的にどんなワークショップをやっているのかっていうことをちょっとまた短い動画で見てください。
ました。まあ、今みたいな形で、まあ、3つのタイプのワークショップをやり、いろいろな、パートナーと一緒にあの映画教室をやっています。で、まあ、あの授業の形態としては自主授業と受託授業があります。で自主授業では、自分たちで助成金を確保したりして、ここではなるべく新しいことにチャレンジしていこうと思ってやっています。で例えばフランスの CCAJ の取り組みっていうのも実は自主事業で、常にスポンサーを探しているという、ところです。で、受託事業としてはここのこの TIFF ですね、東京国際映画祭でもう7年続いている、中学生向けの制作ワークショップ TIFF ティーンズ映画教室とか、高崎映画祭、宮崎映画祭といった映画祭からの依頼で、さっきもほどもありましたけど、豊田市、昭和村、青森県といった自治体からあのオファーをもらって、小学生向けの3日間の制作ワークショップなどをやっております。であのここにシンポジウムって書いてあるんですけれども、コロナの間はちょっとオンラインで1回しかできなかったんですが、それまでは、毎年、自分たちの企画としてシンポジウムをやって、でその1年間の私たちの活動の報告と、まあ、ゲストなどを迎えてずっとこう映画教育について議論をしてきました。でそれやっぱりそのこういったシンポジウムをやることによって、まあ、いろいろな意見をいただいて、実際に見に行ったりして、それを実践にフィードバックしてきました。でこれはあのまああのいろんなところでやってるよっていうことなんですけれども、来年で20周年になります。で多分この10年ぐらいで映画教育を取り巻く環境っていうのは随分変わってきたように思います。私たち子ども映画教室は、2013年にこう東京に拠点を移してからすごい勢いで全国に広がっていったんですね。でそれは、ワークショップやってほしいっていうお話をいただいて、そこに出かけていって映画教室をやるっていう、で、すでにもう200回を超える活動をして、延べ7000人、スタッフも2000人ぐらいの、スタッフが、この活動に参加してくれました。ちょっとあのこんな感じで、これはずっと金沢ですね。金沢にいる時はいた時というか7年間8年間は金沢だけだったんですね。で2013年にあの活動を東京に移して、これは横浜ですけども、こういうふうにきました。で、まあ、このように活動が全国に広がった理由の一つは、文化庁の授業を受託したことになります。2019年度から文化庁からの受託授業として、全国の小中学校に行って、こちらから出向いて行って映画鑑賞と制作のワークショップをしてきました。でこれはあの諏訪さんとか萩生田浩二監督とか、まあ、映画監督に必ず特別講師として来ていただいて、大勢のスタッフで、学校に行っています。これまで26校に行きました。で今年は1年で15校行くことが決まっています。どんどんこう行く学校の数は増えています。で、じゃあその、ちょっとどんな活動をしているかっていうのを、赤いボールの冒険っていう名前をつけた映画制作ワークショップと、映画鑑賞ワークショップをやってた最初の頃の、ちょっとメイキング映像を見てください。Thank you.
はい、ありがとうございます。このワークショップ自体は、2019年2020年にはできたんですけれども、いろいろ映画の権利問題とかで、ね、この赤い風船が霧の中のハリネズミになり、今年はタルコフスキーの、ローラーとバイオリンという作品を鑑賞してから、この赤いボールの、冒険のワークショップをやっています。じゃあ、ここから、諏訪さん、すいません、一緒に登壇していただけたら、はい、そこで、はい、なんとなく、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、諏訪さん、山ほどタイトルがあるんですけれども一般社団法人子ども映画教室の専務理事でいらっしゃいます。そうでしたね、はい、そういう立場で今、はいはい、来ていただいております。はい、はい、まあ、この後、ちょっとこのワークショップ以外にも
このおはよう、ちょっとこれごめんなさい、英語のあれがないんですけども、おはよう、オズのおはようやを見せてから、何ですかね、ワークシートにそのこの映画をこうより深く楽しめるようなワークを考えてそれをやり、その後、切り返しですよね、あのおはよういい天気ですねっていう人と、次もう一人おはよういい天気ですねっていう人を正面から撮って、あとはあと3コマ目と3カット目4カット目は、自由に作るっていう制作ワークショップをやっています。でもう一つ、キートンの探偵学入門っていうのはちょっとこれまでと違って、より本当に大勢の200人300人の子どもに生徒に対して、ワークショップをやるというパターンだったので、キートンの探偵学入門を見た後で、映画のこの映画の中にキートンが映画の中に入っちゃうっていうシーンがあるんですね。でそれを子どもたちに演じてもらって、実際に子どもたちがスクリーンの中に入っちゃうっていうのを、今度は撮影は私たちというか、あの諏訪さんとか、子ども映画教室のスタッフが、制作側にあの回って、子どもたちが撮るのではないんだけれども、子どもたちが実際に演じることで、まあ、一緒に映画を作るという体験をしています。はい、はい、もう一個は説明しちゃってからの方がいいですかね。そしたらこっちどうぞ、はい、どうぞ、はい、もう一つ、さっきまでのは、巡回公演事業っていうんですね。つまりこちらから学校に出向いていく、あのアウトリーチなんですね。でもう一つのこの、文化庁文化施設活用事業っていうのは、学校から、子どもたちをバスなどに乗せて映画館に来てもらう、でそこで鑑賞ワークショップをやるっていう、新しく始まった、この事業なんですね。巡回公演事業は体育館なんですね。ものすごい違いで、あの本当に子どもたちが集中してもう大笑いしながら、あの見れるって、同じものをもしあのちょっとちらちら明るくなっちゃったり、音がこう響くような体育館で見ると、やっぱり違うものにやっぱなってしまっていたんじゃないかなと思います。なのであのこの授業自体は本当に、ここにもあの映画館の方もいらっしゃってると思うんですけれども、本当に素晴らしいあの授業だと思いますので、あの本当に映画のワークショップをやるっていう意味では、あのこの文化施設活用事業というのはもうあのぜひ使っていけたらなと思います。であのここからあの諏訪さんは一緒に文化庁の授業に何度も行っていただいているので、あの実際に行かれて小学校に行ってやるっていうのも我々も初めてだったじゃないですか。それに関してどういうふうに思われたかとか、ちょっとお話しいただけたらと思います。はい、まあ、あの多分前提がまだ分からない方もいらっしゃると思うんですけど、この文化庁の事業っていうのはあの、まあ、いろんな団体が参加して登録して、全国 あの小学校に出向いていっているっていう文化事業なんですね。なので映画を扱っているのは我々一団体だけで、他は演劇とかオーケストラとか人形劇とかパントマイムとか、まあ、いろんなそういう人たちが、まあ長年そういうふうな人たちが運営してきた中に、僕たちが映画として初めてメディア分野で参加するということになりました。なのでそのこのフォーマットがあって、2日間のプログラムでワークショップを含む、そして何か講演をするというのが、まあ、このプログラムのフレームなんですね。だから我々は普段やっていた映画教室をこのフレームになんとか当てはめなければいけなかったと、だから実際に映画を見てワークショップをして作って上映まで、これも、まあ、半日半日2日ぐらいの、スケジュールでやる、まあ、その前提で僕たちはなんとかこう手探りでプログラムを編み出したというのがこの事業のワークショップの概要です。で、やる前に僕たちが危惧していたのは、一つは小学校でやるっていうのはみんなやらなきゃいけないので、学校の行事なのでやりたくない子もやるっていう状況が起きるだろうと。
で、本当は映画なんか好きじゃないけどしょうがないからっていう、そういう関係性がまあ生まれるだろうと予想してたわけですね。それ以前は僕たちはまあ参加者を募集してやりたい人集まってくださいっていう形でやりたいモチベーションのある子が集まってやっていたって前提だったので、そこは心配だったんだけど、やってみるとあまり心配したほどのことはなかったですね。で、まあ、作品の選定というのが非常に難しいんですけれども、やっぱり比較的その赤い風船もそうですし、ローラーとバイオリンはまだ僕は体験してないけれども、例えばキートンであるとか、霧の中のハリネズミとか、こういう映画はあの、まあ、体育館で上映しなきゃするっていう環境はそれが悪い時があるんですけども、体育館っていう環境自体は悪いんですが、ただその子どもたちはやっぱりすごく映画を見る力があるなっていうことはあのすごく実感しました。特に低学年、うん、そうですね、あのオズのおはようもなかなか最初は苦戦したんですけれども、というのはオズのおはようをちゃんと見せるのは体育館で非常に難しい、あの音響的に難しいんです。映画館とかこういう上スペースであれば何でも問題ないんですけれども、音の問題が非常にあってなかなか難しかったんですが、とはいえあのおはようは小学校低学年に受けます、バカ受けするという、はい、あのおならギャグがあの、うん、とてもあの楽しいで、本当に小学生の低学年の子たちも含めて、なんか映画がダイレクトにこう目に入ってきているっていう感覚はねすごく ありました。だからこうやって映画を、まあ普段彼らはどんな僕たち小さな町とか全校生徒8人ぐらいのとことかはもう行くんですけど、スタッフの方が多いって言ってますね映画見たこと、映画館に行って映画見たことあるって言ったらみんなあるあるって言います。それは大体その地方その場所から一番近くの町にあるシネコンで、まあ、映画は見ている、映画館に行って映画見る体験はしてるんだけど、やっぱり見る映画は限られていますからね。でこういう授業の中で見たことがなかったような映画を見る体験っていうのはとても貴重なんじゃないかなというふうには思いましたけどね。そうですね、必ず、まあ、作品は選ばなければいけなくて、でやっぱり権利の問題とか長さの問題とか本当に毎回、まあ、苦しみはするんですけれども、でもそこで外したくないのはやっぱり自分たちがいいと思ってる映画であること、子どもたちがこれだったら喜んでくれるだろうとか、もちろん喜んでほしいんですけれども、それもそうだけれども、やっぱり本当にこれいいよねっていう映画を自信を持って見せ届けていきたいなっていうふうに思ってますね。まあ、これはなんかまあ、この文化庁の授業に限らず子ども映画教室の一つのポリシーとしては、やはりその、まあ、CCAJ のプレゼンの中にありましたけども、でも僕たちもやっぱり映画をやっぱり一つの芸術体験というふうにして捉えたいというふうに思っていて、その CCAJ の芸術監修のアランベル・ガラシが言ってましたけれども、芸術体験というのは一つのショックなので、そのショックを大事にしなきゃいけないということですね。つまりその口当たりの良い分かりやすい、まあ僕たち大学で授業やってても大体白黒映画を学生に見せるのやめようとか、まあ一般大学の場合ですよ、一般大学の場合ですよ、サイレントはやめとこうとか寝ちゃうからとか、そういう配慮をしてしまうんですね。もうちょっとなんか楽しめる映画にしちゃおうとかですね。いやだけど CCAJ のプロジェクトに参加してからもう情け容赦ない、子供にゴダール見せるんですから、タルコスキーゴダール、ね、全然そのそれは芸術なんだから、そこであるショックが生まれるっていうことがその体験なんだっていうすごい強いポリシーっていうのは僕も驚きましたし、それはすごく共感するところでもあるね。だからそういうことは大事にしていきたいというところが、まあ、基本的にあります。なのでそれと同時に、まあ、作るとき、まあ、制作っていうのも CCAJ も
映画の真似っこをするんじゃなくて、映画の真似事をさせるんじゃなくて、本当の表現をさせるっていうふうに多分明言されてると思うんだけど、それも素晴らしいなと思うんですよね。僕たちも映画ってこんな風に作るんだよっていうふうに教えたくないんですよね。で、まあ僕はこの年ですから、子供たちよりは経験があるわけですよ。映画の経験がある。で、映画を教えるときって結局経験者が経験してない人に教えるってなりがちなんだけど、本当の表現をする、つまりクリエーションをするっていうことにおいてはさ、経験がある人が偉いとは限らないわけですよ。経験がある人が必ずしも偉いとは限らないっていうのがクリエーションの世界なんで、僕は子どもたちとやるときに対等だと思ってるんですね。で、例えば中学生とやってるとですね、僕たちは手足口出しをしないというポリシーなんで遠くから見てるんですけど、もう口出さざるを得ない時あるわけですよ。彼らが悩んでいる時とか、思わず口出しちゃうわけですね。で、いやいや、ちょっと待って、いや、これ僕だったらね、こうするよって言おうとするので、僕だったらねって言うと、その中の一人がやめてください、諏訪さんやめてくださいって言うんですよそれ以上言わないでください。それ言われると私たちできないんで、その道は断たれると。言われたことはやりたくないから、だから言うなって言うんですよ。すいませんって言って身を引くわけですけど、それはすごくいい瞬間ですね。彼らが自分たちで考えていくっていうことが起きているので、そういう意味でだから彼らが映画にぶつかって映画に出会うっていう瞬間がこう起きるのがやっぱ面白くて、それが、まあ、僕はそれが面白いからやってるっていうところがありますよね。そうですね。このなんかポリシー、大人は手出し口出ししないって言っても、本当は口出ししてるじゃんとか、本当は手出ししてるじゃんっていうのはよく聞かれます。でもこれは最初からやってはいけないんですね。最初やっぱり本当に1日目、半日でもいいから子供だけで話ができる、大人はただ見守っているっていう状況を作ることによって、諏訪さんに言わないでって言えるようになるんですね。多分最初から諏訪さんがお話ししてたら、もうただもう諏訪さんすごいと思って聞いてしまう、自分の頭で考えなくなっちゃう。やっぱり私たち大人が子ども映画教室でやっていることっていうのは本当に場作りだと思ってます。そこにプロフェッショナルが来ることで、イコールの関係になったあとは、多分諏訪さんと相対してすごい議論の時もありましたよね、 CCAJ で。いや、私はそう思わないって言ってずっと長く本当に30分ぐらいやり取りしてたりと、こっちはちょっとハラハラしたり。でもそれは本当素晴らしいことだと思って、特に日本の教育の中でなかなか自分が思ったことを思ったように言えないっていうことがあるんですね。これは多分文化の違いだったり教育の違いだとは思うんですけれども、みんなとちょっと違うことを言いづらい。でもそれが言っていいし、誰もそこでそれは、いや、それはやらないよとか、それは無理だよっていうふうに大人が絶対言わない。やっぱりそういう、態度でいるっていうことが起こると、そこに当然すごいプロフェッショナルがいるわけですから、一緒に映画を作るっていう、何ですかね、レベルに行ったらもう多分大丈夫なんですね。大人が手出ししても口出しても、それやめてって言えるので、そこまでは手出し口出ししないでほしいっていうことですたださっきプレゼンにあった日本全国つつうらうら言ってるんですけど、この子ども映画教室の運営は土師さんと事務局の人1名2人でほとんどやっているっていう、本当に手作り感のある、手作りで、手探り手作りでやっている状況で、これを本当にこうね、こうもっとちゃんと持続的な、安定した持続的な形に持っていくとか、そういうことも考えていかなきゃいけないと思いますし、それから日本では他にも我々以外にもさまざまな取り組みをしている団体グループがいます。で、それはそれぞれみんな映画に対するアプローチが違っているっていうところがあるしね。で、我々はメディアリテラシーっていう立場では取らないで、芸術表現っていうことを主眼にして、人間的な成長みたいなことを目
指しているけれども、もっとそのリテラシーを高めていくっていうことをやる可能性もありますしね、さまざまな映画教育の可能性がある中で、そういうものがまだ日本ではね、こうみんなでこう情報共有したり意見交換したりそれを高めていったりとか、あるいはそのさっきの韓国のプレゼンにあったみたいに、このまあいろんな連携をして、その例えば産業とか映画産業とか国とかもっと連携した形で映画教育をオーガナイズしていくような取り組みっていうか動きっていうのがこれからね、必要になってくるなということを今日、まあ、韓国のね、インプさんのプレゼン聞きながら思いましたよね。そうですね、せっかくなのでちょっとだけアクションフォーシネマの話をしてもらってもいいですか。あ、はい、今この活動とは別 に、はい、何人かメンバーもいると思いますけど、アクションフォーシネマのメンバー、僕と是枝さんと袖監督、青木さん、深田さんもいますね。深田さんも高校で今映画の授業をやられてます。で、7人の監督プラスで今映画の日本の映画業界の構造的な改革を求めていくっていう、まあ、フランスには CNC っていう組織があって、韓国にはコフィック、今日も話題に出たコフィックがありましたけれども、日本にはないんですね。そういう統括機関、あるいは映画の支援を行っていくとか、さまざまな活動を統括していくような仕組みがないと同時に、資金的にもその、まあ、コロナの時にですね、全国の映画館が非常に危機に瀕したわけです。でこれを、まあ、救ったのは深田さんと、まあ、浜口君たちが始めたクラウドファンディングで、ミニシアターエイドっていう活動があって、これが3億円のクラウドファンディング、日本最高額ですけどを集めて、それで小さい映画館に分配したということがあった。でそれはすごくいいことだったんですけど、同時にそれが明らかにしたのは、日本にはそういうことが起きた時にもお互いに助け合うシステム制度っていうものがないっていうことが、まあ、はっきりしてしまったわけですね。だからこれはあるべきですよねっていうことを、例えばコフィックのような団体、CNC のような機関がそこまでの規模じゃなくても日本にも必要だよねっていうことを今、いろいろなところに働きかけて、半ばくじけそうになりながらですよね、もう2年ぐらいやっておりますが、なかなかですけれども、でも諦めずに、なんかそういう少しでもできることを前に進めていければと思っております。はい、そのアクションフォーシネマの4の中に、あ、そうですね、テーマとして人間教育、はい、人材育成および教育ですね。だから映画人を育成することと、だから若い観客、子どもたち に映画をこう親しんでもらって、まあ、それが直接映画の産業に寄与しなくてもいいんですよね。それは広くその子どもたち の、 まあ、教育的な効果があればいいと思うんですけれども、とはいえやっぱりその裾野を広げて映画に対する関心を高めて映画館に行くこととか、そういうことをもっとこう身近なものにしていけたらいいなとは思っていますけどね。はい、いや本当に映画教育は欠かせないものになっていくと思います、映画産業にとっても。でやっぱり同じ船に乗っているんだというふうにすごく感じるんですね。私はその金沢で映画館もやっていますけれども、映画館に若い人が観客が来ないということで、映画を作る人たちの環境も良くないとか、でそういうことがいろいろ全部つながっているはずなので、まずその映画を見る目とか、映画っていうものがとても親しいものとして子どもたちの中にできるっていうことがやっぱ必要というか、そういうことになっていけばなんか未来は明るいかなというふうに思っております。なのでこのあとパネルディスカッションに移りますけれども、そこでぜひ映画教育の社会的な意義、それからまあじゃあそれを具体的にどうやったらサステナブルなものにできるかっていうことで、まあサポートになんかについてもちょっとお話できたらなと思っています。
さあさあどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。